バートベルネック・イム・フィヒテル・ニョベルゲは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバー・フランケン行政管区のバイロイト軍に属するし、バートベルネックは、クナイプ式役島と空気の正常な保養地として知られる。バートベルネックは、フィヒテル山地の西端、エルシュニッツ川の渓谷に位置する。エルシュニッツ川は、旧市街を下ったところで、白マイン川に合流する。 海抜624メートルのマインベルク山と海抜598メートルのボルフェンベルク山が市内で最も高い場所である。隣接する市町村は以下の通り。ゲフレイス、ゴルトクローナ派、ビントラ派、ヒンメルクロン、マルクトショルガスト。郡庁所在地のバイロイトはバートベルネックから約13キロメートル離れている。本市は公式には38の地区からなる。 このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。1177年にベルネックの城に関して初めて言及されている。町に関して文献上初めて言及されるのは1357年11月18日である。この町は1341年以降放炎ツォレルン家のニュルンベルク城博で、後のブランデンブルクバイロイト編強博の所領になった。 1792年から組み込まれたプロイセン王国バイロイト公領のアムトは、1807年のティルジットの和訳によって、フランスの管理下に置かれ、1810年にバイエルン王国領となった。バイエルンでは、ベルネックにまず地方裁判所が、後に管区長が置かれた。1929年10月1日に、ベルネック管区長は廃止された。 管区町に属した地域は近隣のバイロイト、クルムバッハ、ミュンヒベルクの各管区町に編入された。このうち一番大きな部分を編入したのがバイロイト管区町であった。クアパーク。小立ちの奥の白い建物がコロナード。山上がバルポー天井市バートベルネックは連邦道路 B2 と B303 との交差点に位置している。バートベルネック。 ヒンメルクロンインターチェンジからアウトバーンネットワークも利用可能である。最寄りの鉄道駅は隣接自治体のマルクトショルガストとビントラハにある。バートベルネックは1857年以降温泉保養地であり、また最初の入生リゾート、エアリゾートである。さらに1930年からはクナイプ式温泉、1950年からは クナイプ式役党にも指定されている。ありがとうございます。